チョッパ制御概念図チョッパ制御とは、電流の n o オフを繰り返すことによって直流、または交流の電源から、実行値として、任意の電圧や電流を疑似的に作り出す、電源回路の制御方式である。チョッパとは、英語で、切り刻むものの意であり、電流を切り刻んでいるかのように制御している意味である。主に電車の主電動機の制御や、直流安定化電源等に用いられる。 入力電圧より下げる制御を、高圧直波、スイッチング時に発生するスパイク電流を用いて、入力電圧、スイッチング直流入力直流出力の、倍整流器交流入力直流出力の、倍交流直波交流入力交流出力の、倍とも言う、任意の電力を取り出す際に、抵抗制御や、シリーズレギュレータでは、余分な電力を、熱として捨てているのに対し、ッパ制御では、 制御素子で電流を高速で ON オフし、必要な電力だけを取り出すため、熱によるエネルギーの損失が少ない。制御素子には、サイリスタやパワートランジスタなどを用いる。ON オフを繰り返すことからノイズが発生するため、安定化電源等では二次側にノイズフィルターを用いることが多い。一般的な直波制御回路では、出力電圧、電流などに応じて、 ON 時間とオフ時間の割合を変化させ、負荷が変動しても安定した出力を得られるようになっている。電子回路においては回路が複雑になるが直流出力の製品では必要な部品をほとんどワンパッケージ化した DC、DC コンバータやスイッチング素子やチョークコイルなど数点の部品を追加するだけで、直波制御回路が実現できる IC が発売されている。 商用電源直流出力の製品においては、スイッチング AC アダプタなどとして、従来のトランス式電源回路を置き換えている。ただしオーディオビジュアル家電においては、スイッチングによるノイズを嫌って、あえて従来のトランスやシリーズレギュレータ等を用いた電源回路が採用されることがある。鉄道車両においては、加速時には高圧直波として動作させ、速度に応じて、 ON 時間と OFF 時間の割合を増加させて、平均電圧を上げていく。減速時は、主回路を切り替えた後に、小圧直波として動作させ、回路の電圧を下線電圧より高めることで、主電動機が発生させた電力を下線に流し、回生ブレーキを実現する。速度が落ちると、主電動機から発生する電圧も低くなるため、やはりデューティー比を上げて、常に、 河線電圧以上の電圧を確保する。この時、河線電圧を大幅に上回ってしまわないよう、抵抗器や専用の高圧チョッパーを挿入してから河線に戻すこともある。装置によっては、雨などによって加速中に空転が発生した場合に、それを検知して、リューティヒを一時的に下げて、粘着性能を確保する機能も搭載されている。また、電圧を断続的に変化させ、 それに応じた電流を直流電動機に流しているので、主電動機の性能上できるだけ直流に近い電流を流することが望ましいため、リアクトルと呼ばれるコイルを主電動機と直列に接続するほか、主電動機にフライホイールダイオードを逆並列に接続して、無加圧時において、循環電流をリアクトルを介して、主電動機との間に流すことにより、直流に近い電流としている。 1968年、A 段千代田線の6000系電車で初めて使われた。また、エネルギー効率を高めた AVF 直波制御が1974年、A 段7000系電車で採用された。電気子直波制御は最も電流の大きい回路で使用されることから装置が大型、効果、誘導障害対策が必要なため、量産採用されたのはかなり珍しい部類である。 特に4証言直波装置では、パワーブロックが2組必要で、VVVF インバータ制御と大差ない機器構成のため、多くが、増備の段階で、VVF v, v, v 方式に設計変更されているが、京都志向10系や都 A10 から000系のように、そのまま増備された例もある。ブラシのある直流モーターを使用するため、VVVF 方式で使う。 各種交流モーターに比べて、小メンテナンス制で劣る。そのため、近年新車として、直波制御を採用された車両は回無に等しい。また、VVVF インバータ制御の車両において、列車密度が低い線区で回生ブレーキを使用すると、電動機が発生させた電力が、河川に流れず回生執行を起こす場合があるため、抵抗機を介した発電ブレーキ回路を構成して、 直波制御を行うブレーキ直波システムを搭載している車両もある。鉄道車両用装置はどの回路をスイッチングするかによってそれぞれ名称が異なる。詳しくは関連項目を参照されたい。詳細は電気子直波制御を参照これら電気子直波を採用した車両は通電時に直波装置よりブザーのような一定周波数の発信音を発する。 伊藤和夫鉄道メカニズム図鑑 P187 パワートランジスタは耐圧、耐電流容量が低いため現在体質改善工事を受けており PTRVVVF 社は将来的に全廃される。ありがとうございます。